皆さんこんにちは。ホリプロアナウンス室の小山愛理です。横浜 F マリノスの応援番組キックオフ F マリノスの MC を務めています。今回そのご縁でこちらサッカーダイジェストさんが発行する2022 J リーグ選手名鑑、こちらに掲載されている F マリノスの選手の寸評やデータで私が個人的に気になったポイントを今回ご紹介していきたいと思います。今回の動画はその第3弾になります。はい、じゃあ今回はフォワード編になります。ではどんどん行きましょう。まずは背番号7番のエウベル選手からです。ドリブルと味方を生かすパスってご自身のね、プレーの特徴をおっしゃってますけど、途中から入った時も本当になんか試合の局面をガラッと変えてくれるような本当にそんな選手で、一言コメントが結構話題になってましたね。得点後はマルコス・ジュニオールと一緒にカメハメハを打つ。でもエイビル選手もあるんですよ、パフォーマンス。このベイビーシャークっていう、これが一応あるんですよ。はいはいはい。でもやっぱりなんかカメハメハを一緒にやってるイメージの方が強いですよね。さあ続いては背番号9番レオセアラ選手です。レオセアラ選手が本当に印象に残ってるのは、ここにも書いてあるんですけど、直接フリーキックでも力を発揮するっていう広島戦だったかな。わ、レオセアラ選手こんなのできるんだ、こんなの持ってんだっていう、これ衝撃の、まあまあの距離あったと思うんですけど、なんかゴールネットに突き刺さるような、なんかこれ寸評に今年は15点から20点期待されてる。やっぱり前田大然選手のね、穴を埋めてほしいですよね。いけますかね、15点いってほしいですね、はい、続いては背番号10番マルコス・ジュニオール選手です。もうまずこの写真ですよ。誰ですかっていう一言メモに、昨シーズン終盤に頭髪とひげを伸ばし始めた。これもうびっくりですよね。マルコス選手と言ったら髪型じゃないですか。で、私もインタビュー久々にこの間させてもらって、もう一番に聞きました、髪の毛どうしたんですかっていう。髪がちゃんと僕でも伸びるんだっていうことを証明したい。え、でも剃らないんですかって聞いたら、次タイトル取るまで剃りませんって。ああ、じゃあもう今年ですねっていうふうにお話しさせてもらったんですけど、アウェーの札幌戦、私生ダゾンで見てて、その試合確か途中からマルコ選手出てきたのかな、髪が剃られてる。嘘ついたじゃん。びっくりして、あれみたいな、タイトル取るまでもうやらないって言ってたのに、ちょっとした裏切りを感じましたね。ひどいですね。はい。これマルコス選手趣味 YouTube なんですよ、ね、ってことはこの番組も見てくれるんじゃないかという。ポルトガル語。マルコス選手なんで裏切ったんですか。続いていきましょう、はい、背番号11番今シーズンから F マリノスに加入しましたアンデルソン・ロペス選手です。アンデルソン・ロペス選手といったら、私はもうこの一言メモにあるこの札幌ドームのスポンサーボードを飛び越えた、この印象がめちゃくちゃ強い。結構なんか段差があるんですよね、札幌ドーム。で、多分それを知らずにこうゴールしてサポーターの元に駆けつけようと思ったら、こんな段差があったみたいな。まあでも日産スタジアムそういうのないので大丈夫ですよって。安心してサポーターの元に、はい。まあ、F マリノスでももうなんか強烈なデビューで、途中から出場していきなり1ゴール1アシスト。書いてる人はハードルすごい高いですね。ゴール前の仕事に専念できれば2桁得点は最低ライン。結構煽ってますよね。いやでもやっぱりそれぐらい期待したいですよね、うん、やってくれる選手だと思いますし。続いては背番号17番スピードスター宮市亮選手ですね。私も愛知県出身で、同世代で高校生の頃からも中京大中京の宮市くんといえばといった感じでもう有名人で、その宮市選手がね F マリノスに入ってくるって知ってもうびっくりしましたね。この一言メモがめちゃくちゃ面白いんですけど、昨年の夏に帰国し交通系 IC カードの存在に驚く。はいはい、交通系 IC カードって2013年かららしいんですよ。
はあ、で宮市選手2010年からもうヨーロッパに行ってるんで、そりゃそうですよね。もうこんな宮市選手ですけど、なんか実はどうやらなんかこう3枚目キャラみたいで、まあ、ちょっとこの A の宮地子、あ、これ確かにちょっとそう、結構あのなんか宮地子ってやってる様子は拝見しました、まあ、ちょっとここにその辺にが見えるかなっていう、これから楽しみですね、そんな面も。最後にもう一回だけ宮地子何ですかこれ続いて横浜の浜の GTR 背番号23番中川照人選手です。私がちょうど、応援番組に着いた年に加入、 F マリノスに加入した選手で、まあ、その頃はあのちょうど膝の怪我をされていて、新体制発表会にこう一緒に座ったまま、そんな選手なので、なんか2019年に本当に、ね、MVP ですよ。あれはすごかったですね、あの時はね。ものすごく嬉しかったですね。そうですよ、GTR ですよ。これはそのまさに優勝した年のご褒美っていうので、日産から。そうなんですよ。まあ、背番号もね、これ日産の23番ですから、やっぱりそれぐらい強い気持ちで日産を背負ってプレーしてくれてるっていう中川選手ですよ。一言メモのところもね、なんかその年長者になってもランニングは常に後方集団なんかマイペースなんですよね、中川選手って。きっとすごく有名なのはエンジンで必ずもう一番遅い、みんなこうエンジン組みながら待ってるんです、中川選手を、はい、ぜひ見てみてください続いては今シーズン加入の30番西村拓真選手です。まあ、まだね今シーズン本当わずかですけど、まだなんか掴めないですね。この間の試合のなんか喜び方もなんか独特で、もうなんかうえーみたいな、どういうことですかなんかこうイエーイじゃないんですよ、なんかガッツポーズとかではない、なんかへーみたいな、なんかすごかったんですよ。不思議な、じゃあそうなんか不思議な存在、これが寸評に1点の前田選手の働きも期待、でもなんかこう西村選手もかなり、まあ、攻守にわたってすごく貢献されていて、運動量も豊富ですし、なんか後半も結構疲れてきてるだろうなっていう、そこからまたこうギアを入れてさらに点まで取っちゃうっていう、なんかとんでもない選手なので、なんか西村選手やってくれそうな感じしますね。では最後いきましょう、背番号39番ダウターラ選手です。まずニックネーム見てくださいよ、タラちゃんですよ新体制発表会でなんて呼ばれたいですかっていう時に、なんか地元の女子にタラちゃんって呼ばれてるから、ちょっと待って、地元ってどこですか。いや、わかんないですけど、過去対戦して最も衝撃を受けた選手、天野純くん、技術がすごい、やりやすい、天才、あと深そう、めっちゃ好き何ですかこれ技術はすごい、まあ、精度も素晴らしいですよね。次、やりやすい、天才、これどういうことでしょうかあと深そう、まあ、この最後のめっちゃ好きっていうめちゃくちゃリスペクトしてるんだなっていうのなんか伝わってきますけど、あと背番号、はい、39番、はいはい、見た瞬間からだなって思ってしかもサンキュー中の優先書き方も今のところはかばやまちゃん、最後チョンテセちゃん年上ですよね、だいぶね。ちょっとこんだけメーカーに行ってツッコミどころ作ってくれるっていうのはありがたいですね、はい、これがしかもたまたま最後っていう素晴らしい、ウナウタアラ選手ありがとうございますはい、第1弾から第3弾まで計30選手のおすすめポイントご紹介ありがとうございました。ありがとうございました、はい、いや、なかなかこの30人の選手、このプロフィールを見ながら人と話すことってなかなかないので私もめちゃくちゃ面白かったです在籍8年目の、はい、力を発揮していただきました。いや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 、いや本当にまだまだちょっと知らないこともたくさんあったので、もっとこう勉強していきながら、まあね、本当一ファンサポーターとしてこれからも F マリノスと一緒にこう盛り上げていけたらなと思います。本当に
くだらないことしかお話ししていませんが、第1弾も第2弾もまだ見ていない方、これから見てくれたら嬉しいです。ありがとうございました。